ますますやばい令和2年復活の鍵はこの番組は京都大学教授雑誌・表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。皆様、明けまして、おめでとうございます。ます <laughs> 令和2年になりましたね。<laughs> はい。去年は始まった時が平成で、途中から令和ですから、はい、今年がある意味真の令和元年みたいなもんですよね。ああ、そうですね。これ令和丸っぽ一年令和ですよと。<laughs> はい。ね、もうめでたいですね。めでたいです。めでたいんですけど。<laughs> ますますやばいよと。おー、今年も。<laughs> ね。で、しかも、あのー、この我が、アルガママラジオもね。はい。3年目突入ですよ。はい、ありがとうございます。ね、もうあの、第1回がもうお正月からですからね。そうですね。そう、2年前の。元日ちょうど元日,元日から。はい。始めてますから。はい、ちょうど、もうそれが2年経って、3年目突入ですから。ね。で、最初の年から、やばいと。はい、言ってました。2018やばいと。はい。2019年も、やばいと。うん で今年はますますやばいとさらにそこに拍車をかけて拍をかけてますます知りませんよと <laughs> 令和3年目なんていうか今から考えとこうかなぐらいですけどまあまあよくなるかもしれないですけど <laughs> そうですねだからとにかく今年はもうほんまにやばい、はい、もうますます、ね、いやーだってもう去年も大概でしたけどうん特に<ー>どんなところですか特にやっぱり消費増ですよね 大きかったですね、まあ、去年の10月なんか後半ですよねはいはい去年の後半期にず10パに消費増税してでデータがもうボロボロでしたからね、うん、消費やら売り上げやら、うんはい、景気がもうボロボロになってしまってますからそうですね,ねこれがもう今年はねガンガン引きずがれていくから間違いなくもうじゃあどんどん下がっていくそうですね で、しかもそのオリンピックでねなんとかこうから元気をちょっとこう日本するかもしれませんけどねああそっかもう半年それも終わってもタくたパタッとね確実になりますよええー、でまたどうせ台風来たりなんやしますからね時期的なものがね時期的なものもあってだからね今年はますますヤバいですこのヤバさをね、はい、もう今日は余すところなくお正月から余すところなく話しながらでも実は 復活の道はあるんですよ。と。希望の光が。もうね、このお正月ね、もうめちゃくちゃ計算しました。あ、本当ですか。計算しましょ、ね、教えてくださいもう、ね。こうやったら日本ようなるでと。はい。いう計算結果も今日はね、ちゃんとのお話し,したいと思ってますから。はい。減税したりだけですかね、減税、ね。そんな話をしたらい,いと思いますから、<laughs> ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時まで、お付き合いください。 この番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社国交観光バス株式会社の提供でお送りします週刊クライテリオン藤井里氏のあるがままラジオ新年最初のテーマは まますますやばい令和2年復活の鍵は5%消費減税ねもう新年早々誠にめでたい時に恐縮なんですけどね <laughs>、はいまあ、とにかくねやばいんですやばい <laughs> これはね、うん、去年も暮れにねだいぶ申し上げましたけどほんまに僕は今ね日本ね存亡の危機みたいな状況にあると思ってるんですよこれなんでかというとねあの僕の記憶の中にあるのはね97年の消費増税なんですよはいはい、ね あの、今、失われた20年とか、失われた30年とかって、まあ言う言葉があるじゃないですか。あはい。ね。ねだから日本はもう全然停滞してしまって、世界中が伸びていくのに日本だけダメなって、うん、もう何もかも失われていく。まあ、これが失われた20年、失われた30年という話ですけど、あれが始まったのは97年の、 消費増税が原因なんですよ。そこからなんです、ねうん。これもう間違いなくそうなんですよ。で、二千十四年の消費増税はそんなに破壊的なダメージをもたらすことは一応なかったんですよ。あのえっ、ー、とものすごい被害を受けたところもありますけど、日本経済全体でいくと何とかちょっとずつ成長できてたんですよ。じゃ九十七年の消費増税と二千十四年の消費増税で何が違うかっていうと、はい、一円に輸出が伸びてたかどうかなんですよ。ああ輸出。うん 世界経済がねこう上り坂でさ産、はい、日本人のものを買ってくれるとしたらですよ、うん、消費増税で日本人自身がものを買わなくなってもものを売る方はまあなんとか売れるわけですよそうですね海外に、うん、でこれがね2014年の消費増税の時の状況だったんですようん、うん、もう安倍内閣になってから輸出がなんと70兆円から95兆円まですごい25兆円も増えてるんですよ増えましたねうん日本国民 余分にボーナスを外国の方がくれたよようなもんですよ<ー>だから、そのなんかこう、世界経済が伸びていく勢いがあったから、内需がダメになっていったんだけど、こう、消費増税って僕らが物を買わなくなったんだけど、商売の方なんとか持ったんですよ。まあ、インバウンドとか。あ、ね、インバウンドだからそんなん聞くでしょはいはい。で、輸出企業やとか。うん、で、輸出企業がこう、元気やったから、はい、あの株価とかもまかったわけですよ。 で97年どうだったかっていうとね全然そんなことなくて無風状態別に世界はそのまんまむしろちょっと悪いかなぐらいででもまあ輸出の推移見るとそのまんまですで、ね、輸出が伸びない中で消費増税をすると日本人が物を買わなくなった分の穴埋めを誰もしてくれないからそうですね商売人さんが皆貧乏になるんですよはいはい皆貧乏だったら給料も減る給料も減ると消費もしない消費しないとさらに儲からないお店が。 お店儲からないからさらに給料減るっていう悪魔のスパイラルが、うん、経済回らないです、ね、回らないでこれがデフレスパイラルになったんですよはいはいだから増税をする時に輸出が伸びてるかどうかっていうのがそこ結構キーポイントになるんですねです決定的に大事なんです97年は伸びてなかった、うん、で14年は伸びてたはい、はい、だから97年はひどいことになったけど、うん、14年はなんとかなったじゃあ今どうなんかあ気になるこれはね <laughs> 伸びていないどころか横ばいであるどころか下落しているところなんですよ、はい、輸出が下がってるんですかそうですそうですだから今輸出がどん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 ね右肩下がりでダメになってきてて<ー>あの輸出企業もみんなこうモノが売れなくなってるんですよそれはなんでなんですかこれはねやっぱり米中経済戦争だとかねは<ー><で>なるほど <laughs> 世界全体がこう中東でもちょっとなんかややこしいことがあったりねはい。 こうまあ、日米貿易協定とかで日本のもうアメリカ買わんぞというようになったりねんなんかいろんな状況があってあとブレグジットっちゅうのがねこれもまあやるやろうと言われててねうでそうなると円高っていうのにこうなっていくんですよ。はい、で円高になると輸出ってこう減るそういうメカニズムがあってね、はいうん、だからね今ね外人さんが日本のもの買わなくなってるんですよ。んこんな状況で消費増税をして 日本人が物を買わなくなったら、はい、商売人さん作ったも誰買うてくれんねんとそうですよねとてつもない不況になるんですよで実際にデータを見てもね小売りが10月には7%減りましたとかあーありましたね,ね、はい、で消費全体で見ても5%減りましたとか、うん、あと景気動向指数っちゅうのもねこれ景気を見る一番大事な尺度なんですけどこれも5.6ポイントっていうものすごく大きな幅で下がって。うん、東日本大震災の 時ぐらいの。時ぐらいにこう下落した。ですよね。で、この経済の冷え込みっていうのは、全部14年増税を上回るものなんですよ。はい、えとんでもない。ね ?14 年増税って3%増税して、今回2%やから、大したことないよって、いろんな人が、官邸とかも含めてね、言ってたんですけどね、とんでもない輸出が減ってる時の増税は絶対あかんやろと。んうんうん、で、ちなみに僕はそれ、山ほど去年、 まあ官邸や政府や与党やメディアやあちこちでもう藤井また言うとるわ <laughs> うなんか眉に潜められながらでもこう必死で言うとった,バズったこともありましたねま、まあねバズったりね <laughs>、はい、でテレビで言ったらこうバズっていただいたりね、はい、こうバズっていただくとよう分かりませんけど <laughs> あったりねしましたけどまあそれいでいわば言うてた通りになったわけですよ。うんで揚げ句の果てに一番衝撃だったのが機械の受注額がなんと37.9%減ると。はい うんこれはかなりいい数字ですね。崩壊ですということなわけですよ。うんはい、でそれでこれもえらいことになるなということでね、あのー、シミュレーションやってみたんです、まあこれはい,、はい、いろんな前提があるんですけど、まああのー、要は消費増税をすると消費が伸びなくなるとどれだけ伸びなくなるかっていうのが過去のデータからこれはもうほぼ間違いなく予測できるやり方があって消費がこれぐらいしか伸びないですよというのを計算してその消費 に基づいて税収がどうなるかっていうのを、あ,<ー>あの、消費税はすぐ計算できますけど、あと所得税とか法人税とか、その他のいろんな税とかも含めて、計算してみたんですよ。はい。そしたらね、このままいったらね、あの、2018年は60兆円の税収があったんですけど、うん、はい。これ2019年はちょろっとこう、税収増えるんですね。増税したから。でもこれもほんまちょろっとですよ。 ちょろっと。2>, 2兆円ぐらいちょろっとこう。ほんま6兆円吸い上げてるので6兆円増えてもいいんですけど、もうすでに2019年の時点で景気が悪くなってますから、他の税金が減ってますから、4、5兆は減っとるわけですよ。だから1、2兆ぐらいしか増えてない、はい。でもまあそれでも2019年はちょろっと増えた。でもそっからきれいにね、スポーンと減っていくん税収が。すごい下り坂。年々ずっと減ってってね、僕の計算でね、2035年には50兆円にまで下落していくんですよ。 だからねせっかく増税したのに、はい、増税して増えましたっていうのは19年の1年だけ意味ないですね全然意味ないんですよむしろよ良くない <laughs> そうでもう今増税するから政府は貧乏なんですよでね,ねでよその税収がどんどん減っていくでしょ、はい、それでね消費税だけが一応まああるんですけどよその税金減りますから消費税の依存率がですね、はい、これはもう今大体3割とかなんですけどこれが大体50%近くまで上がるんですよ 税収全体に対する消費税の割合が、増える。どんどん増えていくんですよ。ああ。そが減っていくから。はい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 。<laughs> だから、お前もともと財政再建したいから、税収増やしたいから増税したん違うんかお前。財政再建どっかで聞いたな。ね。安倍のノ、ね、ミックス。<laughs> でしょはい。税収増やしたいから増税したんちゃうんかいう話で、これ要するにね、アホってことなんですよ。<laughs> っっちゃううかかていうこととな分もうねそれがもう明確にね、うん、結果で出てるんですよねね<ー>すすごい下がってますもん、ね、だからねこれはもうね日本はねこのままやっダメになるのは確実です間違いないでそれを早く止めへんかったら、はい、もうねだって税収減るだけじゃなくて皆さんの給料も減りますからね下手したら皆さんの職業もなくなりますよそれは生きていけないそうですよほんまに ででもう家庭全然なくなっていくし、うん、皆さんの会社も倒産するかもしれないそれ、えー、で今まで働いててもなんかブラック企業みたいになるかもしれませんし、はい、ボーナス持ってる人もボーナスもらえなくなるどころかそれ聞きますね<う>よくねそうですようん、うん、だからもう店は畳まなかようになるかもしれないしで子供塾に行かされへん、ね、若い人子供もっと欲しい思ってももう2人目も作られへん もう自分の経済が、ねね、結婚したい言うてる子でもいやお金なんか結婚できへん,うん人口も減る貧しくなる貧しくなる貧乏な国になる嫌ですねだからね10%増税してたままだったらそうなっていくんですよこれじゃあ仮にその5%に減税とかしたら、うん、5%に減税したらね、うん、そしたらねこれ二千十例えば来年度ですね来年の4月にうん、うん、5%に戻したとしましょう、はい、それで計算してみたんですよ そしたらね、やっぱりまあ今年はまあ税収減りますわ。4兆ぐらい減りますけど。はい、もうね、元の60兆の水準にはもう2、3年で元に戻るし、うん、こう10パーにしたら税収減るでしょ、はい、だから5パーにしたら、最初減るけどもすぐ伸びていくから、もう来年には逆転します。ええー、早っ今年だけは10、10%にしといた方が税収高いけど、だから5%に減税したことで、今年だけは税収ちょろっと減りますけど、もう来年、 来年も税収増えますからね。ええ、そんなすぐ取り戻せるすぐ取り戻せそれぐらい法人税や所得税が伸びていきますから。はあ。で、これね、ずっと伸びてて、2035年、なんと僕の計算によると、80兆円税収80兆円全然違うじゃないですか、5 0兆と。そうそう、だから30兆円も余分に金儲かるんですよ。ねだからね、もう、消費増税はね、悪魔です。悪魔。増税と悪魔。でね、もうその増税を導いてる、その緊縮中、悪魔がおるわけですよ。 で、禁縮財政発注ね。うこう、禁縮したい、増税したい、もう財務省やとか、自民党の税調やとか、アホ学者とかも、山ほどもそういう悪魔がおるわけですよ。はい。で、その悪魔にね、要するに日本取りつかれて、で、チュー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 エ,スエキスをこう吸い上げられて、目の下に熊出来まくりみたいな。い<や>体重を落ちまくりみたいな、こうなっとるんですよ。はい。今年はなんとかそんなね、禁縮悪魔をね、悪魔払いしたいわけですよ。はいはい。そのためにもね、今日はね、あえてね、悪魔を哀れんでやりましょう。 悪魔を憐れむ歌ローリングストーンズ くらいてるよ藤井聡の「アルガママラジオ」「ローリング・ストーンズ」で悪魔を哀れぬ歌お届けしましたかっこいいっすねやっぱはいこれあの僕が生まれた年の曲なんですね最近おっしゃってましたね、うん、1968年のこれ「ローリング・ストーンズ」ね名曲ですね、うん ストーンズっていうのはロックンロールですから、はい、あの、もっとこう、ベタなロックンロールがいろいろとあるんですけど、ブラン・シュガーとかね、あの、ジャンプンジャック・フラッシュとかあるんですけど、やっぱりね、この初期のこの悪魔を哀れむ歌はね、やっぱこう、異色っていうかね、なんかこれ、アフリカ音楽みたいですよね。ああ<ー>。うん、確かに。これ まあラテンとも言えますけどうん、うん、アフリカ音楽みたいでね、はい、でしかもこれ「悪魔を哀れむ」たんですよなかなかこれタイトルとあんまり見つかない、ね、<で>リズムですよね <laughs> でもなんかこうずっとね繰り返し繰り返しじゃないですか同じフレーズをずっとこうリフをずっと繰り返してねで,でこう悪魔にささげてる感じがありますよね<ー>当然時代60年代ですから60年から70年ですからこうヒッピー文化みたいなねちょっとフーフーって 女の子らがこうグルービーの女の子が歌ってそうじゃないですか <laughs>、はい、なんか、はい、これで「t h e s y m p a h y f o r t h e d e v i l ねこうまあ交換とも訳するんですけどねこうデビル悪魔に対する交換こう、うん、SYMPASY」同情、まあ、これ日本語では「悪魔を憐れむ歌」とこうなってるんですけど、はい、まあまあ感謝はいろいろあるんですけどねねここのの歌詞のポイントは、ねはい、これずっとね あの初めまして私は」とかってこれ「悪魔が喋ってる」っていう歌なんですよ<ー>悪魔が喋ってるんですで最後に「私のことはルシファーとお呼びなさい」とかね「私はルシファーなんだよ」ってこう出てくるんですが悪魔がこう歌ってるっていう歌なんですけど彼はずっとこういうんですよあのジーザス・クライストが疑いに苛なまれた時もそこらにおりましたとこうやっぱりジーザス・クライストを殺した時もこれが殺させたんやでと。はい それからあのロシアのねサンクトペテルブルクで皇帝がね殺された時もいや実はあれも僕たちがやった僕がやったんだけどねとかあとそれからあそういやケネディってやつも殺したよなみたいなすごいストレートなこうだからいろんなところでああそういやあいつもやったなあこいつもやったなーと悪魔っていうのはこうなんか世界中でもいろんないろんな悪いことしてるっちゅうまあことをねまあそれをこうこうシンパサイズこうしてる 曲なんですけど、はい、日本のいろんな問題ね。ありますね。禁縮じゃお前ってことですよ。はいうん、禁縮のせいでいろんな問題出てるわけでしょ貧困格差、はい、外交の、外交力の低下、医療の崩壊、うん、これからも生産性の下落だとか、ブラック企業だとか、はい、これ全部増税の、増税悪魔あ、あれ、そういや、あれ俺がやったんだよ。<わ>あ,あれもね、実は俺がやったんだよな。 みたいな、その、緊縮財政派の野郎どもね。はい,はいはいはい。まあ彼ら自身は、自分でそう思ってるかどうかは別ですけど、うん、まあ悪魔ですから。うん。で、あの中には、反日のやつもいるでしょうからね。日本をこう、工作して日本を弱らしたろうっていうやつもね。<ー>まあ中にはいるかも、試、はい、れんとしたらですよ。はい。それさもうルシファーですよね。めちゃめちゃ悪魔。めちゃめちゃ悪魔ですよ。でね、実際にこうやつておるんですよ。あの、 外国人でまだ日本潰したろうちゅうのが、まあ、おるのはまだわかるんですけどね。これ確実に僕名前あげないで言いますけど、はい、日本を恨んでるやつがおるんですよ、禁縮の中に。日本人でですかそう。子供の頃いじめられたとかね。不遇<ー>な面にあったとかね。なんかでも日本に対する何とも言えない恨みがね、子供の頃からずーっとある人がいるんですよ。へー。もうこれはね、人を呪わば穴二つですけどね。もうなんか日本のいわゆるね、エスタブリッジされたものに対するね、はい、何とも言えないね、 恨みを持ってる人間が一緒に地獄に落ち着う,う,、うん、う,う,うそ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 う。えー、僕は名前も当然挙げないですけど、あの人とこの人そうやなとか思う人はいるんですよ。そうなんですか。で、大体僕政治家とかって、あ、この人そう。これルサンチマンって言ったりしますけどね。ルサンチマンルサンチマンって言ったりしますけど、はい、あの、哲学用語では、あ、こいつルサンチマンやなとで。それはね、もう明確にね、持ってはるんですよ。とにかくね、えー、恨みがあるんですよ。 日本的なものに対してね、恨みがあるってね、それとね、禁縮っていうのがね、明確に結託しててね、だから、ね、かなりこの歌通りなんですよ。だ<ー>からもう、だからそういう奴らってもう悪魔は、そのすぐ他の奴らと手を組んでね、アメリカと組んで、ああ、どうぞ日本買ってって、買ってって、ってこうやりますし、う,うまいことこうやっといてやー、って。 で、財務省も、ねうん、そうそう、日本買われてます、売られてますからね。ねで,で、財務省の奴らの緊縮を進めたら日本を潰せるから、はい、あ,あ、おじいちゃんもうちょっともうお前ら一緒にやれやって。えー、これね、半ば無意識ですけど、なんか嫌いなやつおったら、なんかそいつに自腹するじゃないですか。それと同じ心境なんですよ。 だからねこれかなり僕すごいこと言ってますけど言ってますよ、うん、だから誰がって言ってないですからね僕ね、うん、僕誰かって大体思ってるんですけどまあそれはあの一人や二人じゃないですかいっぱいいますからねそういうのはねうんそれは、えー、だからね僕はもう官邸に行ったのよく分かるんですよその悪魔どもがいっぱいそこにだから、うん、もう日本よくしようって別に思ってない思ってないですよ思ってないですよ<ー> <laughs> 何それだからねほんまね That's in f a ザ・ t ェ n g for the e l と同じ状況がね霞ヶ関中田町にはございます <laughs> 週刊クライテリアム 藤井聡のアルガママラジオ KBS 京都からお送りしていますではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたいややっぱ今日はシンパシー for devil ですねあの歌はねほんまにね悪魔呼びますからねさっき僕かなり濃いこと言いましたけど <laughs> たあれ悪魔がね <laughs> 悪魔にささやけささやけとこう言われた感じですねちょっと最後に柏で打っておきましょう これね、柏しで打つとね、こう部屋の端っこからもちゃんと退散しますからね。<laughs> めちゃめちゃリアル <laughs> これね、ほんまね、悪魔消えましたから。これでも退散できない。大丈夫ですか浄化されました。はい、だからね、この、こう、清々しい気持ちで、令和2年ね。ますますやばいもう。悪魔に取り憑かれた令和2年ですけど、うん、<laughs> 今の柏しわででちゃんとね、5パー消費減税できます。すごい新年のスタートになりましたね。<laughs> <laughs> 悪魔読んじゃったも新年からみたいなね。<laughs> はい。 今年はもうすがすがしく消費減税を目指しましょう。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、そして、表現者クライテリーの最新号、引きこもるアメリカ、すがりつく日本は、ただいま絶賛発売中です。はい、ですお近くの書店やインターネットでぜひご購入ください。はい、また、ホームページからでは、一割引できます。定期購読もございますので、ぜひご利用ください。はい、また、先生の、あの、 デ却の意図の不在をあからさまにした消費増税っていうこのコラムも載ってますから、はい、アベノミクスの失敗っていう連載を始めてますからねぜひ赤裸ラ,ラに書きますから、ね、チェックしてください、はいはい、また番組では藤井編集長への質問もお待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク k b s k y o ですよろしくお願いいたします、はい、それでは編集長ありがとうございましたねもうお正月ですからもう最後にもう一回柏まで打っておきましょうはい 新年あめでとうございます,でいます、ね、悪魔をこれでも退散しましたから <laughs>、はい、ねあのすがすがしい気持ちでまた来週月曜日9時半にお目にかかりましょうそれではさよならさよならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました